仕掛けでしょ。あの残念な姿反省だってうまいもんとか間違えたプライド気づいた時には交代を告げられ次は呼ばれないの契約解除で修正神様苦難を Thank you man 失敗の味噌かき破れそうだな電話は何合うべ食えない時代は関係に秘訣は逆バルテンに持たせる者のやり方見ておけ試合が試合楽しめようね。もう毎日毎日働いてますわこっさりと戦ってますわ戦ってるあれ作るのめんどくさいんですよねあれ意外とそんなキラキラした青春を混ぜるんすよ人はそういうこと、はい、中堅地獄、まあ、一応なんていうんですかそんな地獄の社会人になってどんな風にやってるかっていうのはちょっと言えないですけどレシピは公開できへん公開できないですけどめんどくさいなと思ってあそうなんや、はい、あれが団体で全員それ頼まれると結構めんどくさいですねこっさりの粉混ぜるんちゃうんやこっさりの粉とかないですもんだってようそんな思い浮かべましたね粉ってラーメンって粉なんちゃうんすいやインスタント発想がいやあれやっぱあれやったねなんすかあの TOKIO の山口くんあ顔を舐め回してどんなとこ触ったってなってたねもうそれが確定の真実なんかななんでしょうかね、うん、すごいですね顔を舐め回す、まあ、でもわからん何がほんまかようわからんあの何示談金もほんまか嘘かわからんわ、はいはい、かんないですもんね、うん、ね2000万とかなんかいろいろね、うん、言われてますけどそれが どうなんかもよう知らんけど、うん、相場がよくわかんないですけどねわからへんね、うん、いやまあでもねはい今週は結構外出したね打ち合わせとかあいろんなところ行ってきたんすか、まあ、いろんなとこまあ大阪市内やけどああそうなんすね、うん、またなんかええ話とかあるんすかええ話なんか仕事の新しく始まるみたいなんとかあるけどうんまあぼちぼちおおあでもそれよりあれやわなんすかあの生帰宅サッカー部の DVD おを、はい、売るねんな、まあ、作ってんけど今回やったやつですよねそれの PV をおお PV っていうかコマーシャルみたいな、はいはいはい、をこれのあれしてる山中ってやつが作ってあ、はいはい、今このチャンネルにも乗っかってるからあそうなんすねもう今週からこのラジオにもあの随所随所に広告のように入れていこう入ってきよるわけですね入ってきよるわせっかく作ったからさいやそうですねめでたいいっぱい流しときたいやん初めての DVD ですかその帰宅サッカー部で言うと初めて初めてあすごいなほんでなんかそれと関係ないけど、はい、キュアっていうバンドバンドじゃアイドルのバックバンドをしてんな、はい、あはいはいライブでそれもなんか DVD になるらしいわおほな演奏の神奈川さんがそうそうそう演奏のみの演奏のみの喋、うん、りなしそう喋りマイクなしのあ半減やな面白さどういうこと半減やないや面白くないでしょ高人さんみたいなことなそうですよ別に面白くないでしょそこまでおもろないけど、いやいやいろいろ出るわけですねちょこまかしてるあいいですね、うん、でも時期35歳やからああもうそうかそうなんですよ何日でしたっけこれだから14に配信やから、はい、その次の日かなあはあ35いっぱい5がつく言いますね今回ほんならええいっぱい5つくじゃないですか5月の15ってことでしょ、うん、35でしょやっぱあれやななんすかバイトばっかしてるからさ、はい、相当おもんなくなってきてる言うなってそういうことをもうめっちゃどうでもいい飛ばすなってそういうなんをなんか1983年やしその別に5ないしいや、それで言うたらただ昭和58年ほらついてるやんでもそらつく時もあるやろ4つ目いやつくこともあるやろ5月15ってでもなんかあれだよね結構いろんなことがあるんで、ね、なんすかあの J リーグ開幕とかああれ93かな3か、うん、僕中1ぐらいやったんであと朝原翔吾が捕まる前の日とか前の日はまあまあまあなんか5月のこの中旬っていろんなことが結構起きんのよねなんかいろんな事件っていうかなんかあるやん自分の誕生日何々記念日みたいなあ過去に何があったみたいなはい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 あるかな俺もそうなんでえ何月何日なの僕7月の24なんでなんかあるんかな7月24今調べてみようかはい
全然知らないですね。友達がよう転校してったぐらいですかね。どうぞ。夏休み明けやからいや夏休み前です、前です。前、はい、がちょうど入ったぐらいですかね。ほんでこの毎日が記念日っていうので、あ、教えてほしいですね。あ、劇画の日。あ、へえ。ガロっていう雑誌あるやん、漫画雑誌、劇画雑誌。あ、はい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 、ガロの創刊日やって。へえ。あとね、アメリカではね、はい、父母の日、7月24日が、うん、へえ。で、削り節の日。削り節の日、はいはい。あんま大したのないな。あんま大したのないわ。なんかあるでしょうに。じゃあ、5月15はめっちゃあんねんな、確か。まあ、その J リーグ開幕とかもね。なんかそういう、あの、誰々の誕生日とかも、はい、まあまあ、それはみんなに等しくあるやん、ほぼ。まあね、絶対、あ、こいつ知ってるみたいなとかはね。ただ、なんかほんま、日にち的に、まず国際家族デー、ファミリーの日やって。沖縄復帰記念日。あら、でかいな。うん、でかいろ。でかいでかい。ストッキングの日。ヨーグルトの日。青春七五三。なんかこの辺よう分からへんな。あんま分かん、ピンとこないですね、うん。ストッキングの日もあんまピンとこないですけどね。あと、パラグアイの独立記念日。おお、すごい。シハモニ国王誕生日、カンボジアの。もうちょっと存じ上げない方です。まあまあ、でもカンボジアの国王やろ。もうすごいっすね。なんか結構ちょこちょこあんのよね。すごいのだけなんか選出してないですが、なんか僕のだけ、僕のにもほんまあったけど、ね、ほんまになかったわ。嘘やん。笑点放送開始とか。あ、でかいな。笑点好きっすやんか。うん。あ、いいですね。そうそう。あ、そういうの。なんかいろんなことがあるん。なんかそういう時期なんかね、5月って。なんかこう節目の。あ、なんかまあでもあるんかもしれないですね。だってさ、はい、3月が年度末で4月が、あ、新年度とか、新年度とかね、言いますね。言ってんの別に2本ぐらいちゃうの、はい。あ、でもまあそうでしょうね。だってアメリカって入学式秋やろ。はい。だから別に4月が新しいとかないやろ。まあないでしょうね。何なんでしょうかね。何だろうね。5月に確かになんか結構来てますね。まあ、ゴールデンウィークもあるし。確かに、まあ、日本で言ったら、はい、まあ休日多いっすよね。そうね、この1年間の中でもね、うん、何の妬みを言ってんねやろな。何も言ってないな。誰か売れてるやつのことボロかすよ今から。誰のこと言います。誰のこと言おうかな。誰が売れてるかな今。誰がブイブイ来てるんすかね。言ったりましょうよ。あの人のこと言ってよ。どの人のこと？マナブ18号さんのこと言ってよ。言って何かあります？普段言ってるやん。何を？いろいろ言ってるやんか。え、僕最近話題にも上げてないと思うんすか。あ、まあまあ最近というか、まあ、ちょっと前まで言ってたやんか。え、何言ってましたっけ僕。なんか自らは体張らへんから。ああ、そうそう、そういうね、あの取り方というか、うん、押されてたんで、どうやねんという。でも今もうタイガース YouTuber やろ。あ、そうなんですか。すげえ人気もんみたいで、もう何万再生もあるとか言って。ああ、すごいですね。僕は全然会った時も仲良しゃべって全然ええ感じやけどね。ああ、最近会ったんすか。アイドル現場みたいなところに MC で言いはるからさ。ああ、そうですね、 MC やってはりますもんね、うん、ちょっと挨拶してみたいな。はいはいはい。そこまでそのなんというか仲良いわけじゃないけど、まあ会って、ああ、おはようございますぐらいの、うん、お互いがやるぐらいの、うん、なんですかね。そんな松森さんみたいにそういう嫌悪の感じは、いや、もう出してない別に嫌悪の感じは。そのグッディテルのことも全然何も思ってへんがね。いや、それは僕も何も思ってへん。それはほんまに何にも思ってない。最近でもそうあれやね、このお騒がせ芸人みたいなもんあんまおらんね、そのいろんな あれに。そうですね、ジャニーズのこととか、うん、たけし軍団さんのこととか、なんかあれもちょっと収束したんですかね、うん、まあ、なんてそういう上の方っていうかさ、はいはい、のストラーの方が賑やかやからさ。そうですね、あの何、村本くん炎上みたいな、もうあんまりね、あんなもないよね。うん、あんまなくなってきましたね。なんかでもあれやね、最近の芸人さんも、はい、相変わらず僕はさ、たけしさんとか高人さんとか上岡龍太郎の動画ばっか見てるけど、はい、なんかやっぱちょっとかなりアイドルよね、もう。まあ前から言われてるけど、アイドル、今の芸人はもうアイドルやもんね。ああ、
どう、ああでもどうなんすかね、昔の頃もあったんかもしれないですけどね、いわゆるキャーキャーってことですかね、単純にね、もうそのキャーキャー狙いしかやってないみたいな、まあてかそれやらなこう売れていかへんみたいな、まあ人気者になられへんからっていうことなんでしょうかね、だからこうなんていう、人気者になることが目的の芸人さんが多いってことだよね、要するに。多分そうですね、そういうこと結構言ってますね、周りの結構芸歴いった人らは、難しいよなこれ。僕芸人じゃないから言うけど、はい、僕芸人やったらまあ言わへんけどな、このなんか負け惜しみに聞こえるから、まあ作曲家界ではどんなんが売れてんのかな、あんまり関係ないか。どうしたらその作曲家っていうのはこう売れてるとかなるんですか、やっぱ曲とか。売れてる人が歌ったら売れてるんじゃん。ああなるほど、もうほんまそんだけやと思う。ああそういうことか、まあそれはそれで結構分かりやすいかもしれないですね、ほんなんね、はっきり言ってこうプロになったらさ、実力さ、ほとんどないからみんな。ああそういうもんですか。まあそれこそ何、放送作家の人とかもさ、はいはいはい、プロの人ってもうおもろさほぼ一緒やん。あまあね、あともう何の番組やってるかみたいな勝負やんか。そうですね、あ知ってるとかありますもんね、だってね。でそれ言われるまですごいと思ってへんってことやもんな。そうですね。でもめちゃイケやってんねんとなったら、うわめっちゃすごいってなるやんか。なりますなります、はい。なんかそういう感じやから、僕らは結構気軽にのほほんとでできるけど、でもなかなか大変やね。大変ですね、もうね。どうなラーメン屋は。ラーメン屋大変っすよ、もうなんかラーメン屋こそ大変やな、いっぱいあるし。いっぱいありますね、この辺りでもいっぱいありますし、もうだから逆に増えすぎてて、伸びちゃう。いや麺がねいやいや、なんではしごしてんねんラーメン屋別にええがじゃあなんかできすぎるから、流行りすたりがやっぱあるんですって。味の、うん、今なんかあれ基本はどんくらい組み合わせで言ったら、はい、まあ麺の種類やろ。麺の種類でスープで具材、まあ具材もまあ具材はそこまで、そんなに、まあ、これはどっちかでトッピングに近い感じ。そうですね、あんまり変わりはないかもしれないですね。麺とスープやね、基本は。まあ、やっぱそこですね、でその2つ何個かの組み合わせで、そうですね、やっている感じ、ね、はい。麺もだからその全粒粉にするのか、その卵を入れてしまうのかみたいなんで結構分かれたりもしますし。どういうこと、全粒粉ってなんだ。まず小麦あるじゃないですか、を何ですか、皮むかずにそのまますりつぶしたやつを練り上げてするのが全粒粉。粗挽きみたいなこと。粗挽きみたいな感覚でいいです、で何、卵は入れてしまうみたいな扱いな。なんか卵黄だけを入れるところと、なんかもうそのまま卵を入れるっていうところがあったりとか。それ何がええとかじゃないやろ。何がええとかじゃないです。味の差が出るぐらいの。結局そうですね。ほでなんかすっげえ細いやつもあれば、太いやつも、太いのもあるやろ。はい。でスープはまあこってりとあっさりとこっさりしかないやんか。いやそんなわけないですよ、そんなことないですよ。でも10種類もないやろ、有名なこの、まあ、その中で何個かあったとしても、例えば、ね、味噌、塩、醤油、豚骨、まあ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 みたいな感じ、まあみたいな感じ、ね、大きく分けたら、はい。だからそれの、スープを注ぐというか過程で、何ですか、泡立て器で泡立ててからぬくめて入れるのかとか、結構その辺のなんか過程が変わってきたみたいです。レシピが違うん、はい。僕全然ラーメン食わしないというか、はい、言ってそんな食べへんからさ、はい、なんかないん、この松文字おすすめのこの流儀というかさ、流儀、例えば初めて行くお店では僕はノーマルラーメンが、ああそういうことですか、やったらもう僕もダントツにノーマルが一番いいですね。大阪やったらどこ行ったらいいとかあんの。行ってほしいお店はありますね。あそう、名前出していいですかね。いいんちゃう、別にいいですかね。カズラっていうところは行ってほしいですね。カズラ、はい、どこにあんの。は四つ橋筋と、中央大通りを交差点を、西に行ったところです、ね、本町の方か。そうですね、で、弁天町の方に向かうって感じの間ぐらいです、はいはい、そんなに遠く弁天町までまで行かないんですけど、うん、なるほどなるほど。そこはちょっと強烈にうまかったっすね。そこどんなんな。一応さっき言ってたスープをこう泡立て器で泡立てた、うん、まあ泡立て仕立てのスープなんですけど、なんて言うんですかね、とりあえず言ってほしいです。いや違う、何味だ。豚骨です。あ豚骨ない。豚骨です、はい。なんかね、
豚骨ってなんかこのしっかりドスンとくるような味わいやと思うんですけど、うん、さらっとしてんのに奥深くて少し甘いんですよ、うん、なんか、うん、玉ねぎを入れた時の甘さっていうスープなので、これがねまた麺とねバッチリ合うんですよね。すげえな、めっちゃ語れるやん。ラーメンやっぱ好きっすわ、うん、で多分皆さんにもあると思うんですよ。あなたの好きなラーメンが、はい、うん、このここのラーメンが私僕は一番好きですみたいなラーメン屋さん教えてほしいですね。行ってみたいっすもん。あれやな、全然おもろないな。なんやねんおい、語り豊から語ったんでしょうが。なんだおい。いやもっとなんかに例えるとかな、さちょっと面白く例えるみたいな、別にチャンスはもう死ぬほどあってんか。うわうわうわ、そういうマジのダメだしやめてもらっていいですか。ネガティブになるんで。でまだあるかいな、携帯は死んだままない。死んだままです、すいません。結局直せばええのにな。4ヶ月半年後ぐらいになりそうっす。えマジで。はい、じゃあ今週もいきますか。中堅地獄と申します。ね、今テロップテロテロって出まして、はい、はい、では最初のニュース、どっちにしようかな。あ、これにしよう、はい、2億円相当の財産を山に置いてきたと87歳の富豪が突如宣言。延べ35万人が宝探しにチャレンジするも未だ見つからず、なこのニュース知ってるわ。古美術商を営む富豪がおよそ2億円相当の財産を山中深くに隠したと公表し話題となったと。でヒントを記した地図と歌、C やな、はい、も公開され、まるで映画や小説のような宝くじ、宝探しの冒険に挑戦する人が続出して、今35万人でまだ見つかってませんと。これ確か何人か死んだんよな、もうすでに。死んだ？うん、山やから。そうそうそう。過酷というか、なんというか。まあほんで、分からへんからな。ほんまにあるんすかね。35万人が動員したわけでしょ？そうそうそう。それで見つからへんっていうことは、まあ、でも広島のあの狭い島に1万2000人の警官いて1人の逃亡犯見つけられへんかったんやから、これどうする、行く、行ける、行ける。例えば富士山に隠したと、はい、1億円ぐらい、1億円ぐらい、うん、うーん、いや半信半疑なんで行かないかもしれないですね。ほんまに置いたかどうかっていうのが、うん、なんか疑っちゃうんで行かないですかね。なんかじゃあもうええわ。間違えたなってなるやろ。ってなるやん。え、行きます。でもまあまあそのあれによるね、あれによるっていうかそのどんくらいまで金かけれるかやな、で行くまでのなんか交通費とかも含めで1億円やから、はい、人雇ってもいいわけやろ。まあ、もちろん雇っていいと思います。だ経費はできるだけかけると思う。ああなるほど、半分ぐらいまで5000万ぐらい、うん、おお。で行くと思うね、まあ、それが先払いなのか見つけた時の山分けなのかは置いといて、置いといて、でまあそれよりまずその古美術商の老人を強盗すると思う。ええそっちの方が早いやん、そいつん家もっとあんねんから。いやまあ、いやそうかもしれない。なんで犯罪に手を染めるんですか。そういうこっちゃないじゃないですか。でもこれ見つけてもさ、うん、法律的に全額もらえるかな。どうなんすかね。法律的にはダメそうな気するよね。うん、例えば落とし物やったとしたら、はい、まあ、落とし主が見つかってるからもあかんやろ。ああそうですね。でプレゼントやとしたら生前贈与やから贈与税がかかるやんか。うん、だから拾った人が払わなかんね。はいはいはい。その辺で考えたらね、とんでもないバカたちが言ってんのかな。まあそうなんやろな、35万人すごいっすけどね。すごいな、あれかな、マッドマックスみたいな感じで言ってんのかな。いやあるやろ、向こうでこうなんていうの、妨害し合ったりさ、ありそうですね、釘バットみたいなもん。そうそうそう、世紀末や、ミルクの時間だよって言って、ガソリンバーッぶちまけたりするんじゃん。何もミルクなことあれへんっていう。そういうのをそうす、ね、ほんまあるやろな、見たいんやろなこの金持ちは、ね、だからあれの感覚に近いんですかね。なんかリアル怪獣グランプリみたいなも
やってたでしょ、うん、もうまだ終わってないか、うん、まあ、それもそうやし、でも M1 も僕からしたらこれと一緒やけどな。あ、ほんますか、うん、M1 僕もなんかちょっと違う感じですけどね。だって別に優勝したって売れへんかもしれんやん。まあ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 、でも一応定説としては何個か番組は決まっていくじゃないですか。まあでもこれもまあ2億円相当のも拾えるやん、はい、まあ拾えますね、うん、どうも一緒やと思うけどな、一攫千金人の金っていう、なんで僕、うん、なんか微妙っすかね。なんかそこはちゃうような気がする。すごいよね、ラーメン屋さんやろ天下一品やろおいおいしいわ最近。ほんではこれいってみようかね。いや、はい、続いての、まあこれは対決、対決、謝ったら負けと思ってる人 VS 悪くなくてもとりあえず謝る人。トラブルが起きた時に素直に謝罪する人もいれば絶対に自分の非を認めない人もいる。謝罪の判断を誤れば社会的信用を失いかねないということで調べがまた調べましたよと、はい、さてこれはどっち。でも悪くなくても謝ってますかね。なんていうかな、え、嘘、いやっていうよりかは、うん、今その働いてるお店が、うん、そういう一応社風というか。それはでもその業務中の話やろ。業務中、普段の、普段僕はあんま謝ったことないし。そうよね、うん、松本さん謝らへんもんな。謝らないっすね謝ったら負けやと思ってるんでしょうね、うん、だってあの居候、はい、してた時さ、ここに、はい、めっちゃムカついてたもん僕。いやちょっとなんでこいつは謝らへんのやろみたいな。うん、いや、 やっぱその時言っていただかないと。その時言ってもなんか、はい、いやそんなん言われたらきついっすわみたいなしか言ってこへん何やこいつみたいな意味わからんやんけど、もうこれ、まあ、どういうことかっつったら、はい、あの仮歌家で軽くレコーディングする時とか、ね、はいはい、まあ、人が結構出入りするから家に、ね、掃除をその都度すると。ああ、そう、人が来るからね、うん、はい、で松文字さんは、うん、この家に住む時に掃除と洗濯は僕やるんでってこう自ら宣言しとったわけね。はい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 。ほんでこう、まあ、人が来るのも急に来るから、まあね、分かんないですから、うん、まあ、今日来る明日来るからみたいな、うんうんうん、それでも掃除はしてないと。で、そうやったっけな。このなんていうかね、はい、1週間に1回してたら1週間分の掃除すりゃいいだけやけど、うんうんうん、もうずっとしてへんから、はい、結局僕一人で全部したがなみたいな、はい、って言ったら、僕やったらやで、僕がその言われた立場やったら、はい、ごめんごめん、もうそうやったら早起こしてくれてよかったのにとか、はいはいはい、あ、ごめん、次からチャンスやるわみたいな、はいはい、嘘でもね、嘘でもね、うん、松本さんはもう、そんなん急に言われても無理っすわ、きついっすわって、きついっすわって、まず掃除してないんやからきつくないやない。いや、ちょっと分かんないですねちょっと分かんない、そんな何がきついね、機嫌が悪なっただけやないかも。なんかその、うん、やめせ、前向いて歩いてきますだから、まあ、松本さんはこう謝らん派よね。謝らない派っすね、うん、僕謝るかな結構。そうっすか。謝ると思う。いや、僕あんま見たことないな。あ、ほんま？謝ってる姿を見たことなんか、言いまかしてる感じがあるかなっていうのはあるんですけどね。なんか怒られてる時は結構素直に謝ってんで。あ、だから、だからあれっすわ、怒られてるところ僕だから逆に見たことないんですよ。まあでもそうやな。そうなんですよ、謝る機会もあんまないもん。年に一ないでしょ多分怒られてるって。 あんまないと思う。よっぽどやと思うんですよね。だから相手が怒る前にもうその怒りを沈めてまうから。うん、ということはやっぱ先に謝ってるってことやねんな、このすいませんという言葉じゃなくても。あ、なんか行動的に、うん、かもしれないですね。そうよね、うん、これどっちが得なんやろな。あんま考えたことないですね、得とか損とかっていうのは。なんかでもあの、あれよね、こうのし上がっていく。まあでもこれどっちもいいところも悪いところもあるもんな。まあ難しいですね今回。女の子とおるときに絡まれたらどうする、はい、あ、なんかヤンキーみたいな、ヤンキーとかに、うん、謝らないかもしれないですね。なんか、う
いやもうって言うてそのままバッとどっか行くかもしれないです俺。僕らほらあれやん、元ヤンやんか。はい、元ヤンは大人になった元ヤンに聞いたらほぼ9割9分が謝るっていうね。ああそうなんすか、うん、ごめんごめんみたいな、許して許してみたいな、うん、まあそっちの方がええと思いますけどね。それはでも最悪しばくと思ってるけど、ここまあ、あの限界までいってるでしょあそれはねあるでしょうけど、そうちょっと怖いもんヤンキー、若いヤンキー、まあ若いヤンキーはね、うん、グイグイ来るでしょ。そうやねんな、ニヤついてんねんな。でも元ヤンだからさっき言ってた元ヤンが大人になったバージョンは、うん、すげえ人当たりがいいんですよね。まあそうよね、あの本当にか、まあ僕の周りやったらそういう人か犯罪者しかないけど、そうなんですよ、まあ極端なんですよねだからね、そうよね、うん、今何がどっちがいいかとかよう知らんけどね、よう分かんないっすね今回は。まあでもあのディベート対決しろって言われたら僕はその何あ負けを認めへんけどね。あら謝らへん、まあディベートやったらね。あま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 あ、ディベートって分かる？いや分かります、討論でしょだから、うん、はい、なあおいバカにすんなよおい謝れ卵麺って分かります？卵麺、いやそれ俺が聞きたいわ逆におじさん、ほな最後のやついきますか。はい、本日の究極の質問、はい、今でも捨てられない宝物や忘れられない出来事は。あらなんかシンプルなお題っすね。なんやろな、まず物はないな。物、あ僕物あるかもしれないっす。あーでも実家かもしれないっすけど、うん、初めて書いた漫才の台本は残ってると思います。あそう、はい、僕多分残してると思います。初めて、あでも自分一人じゃないっすけど、うん、2人でコンビで作ったネタは多分置いてあると思いますね。はあそう、多分ね、お題が携帯電話やったと思うんですけどね。あタイトルが、タイトルが、へえ、はあ、それは覚えてるの初めて。なんかあれ携帯電話肛門に入れたらケツ切れたみたいな、そんなんじゃないわそんなんじゃないわ、当時の風習的にそんなんじゃないねあちゃうんか。ちょうどなんか機能がいっぱいつき始めたとかいう頃やったんで、携帯電話に、はいはいはい、カメラついたとか、うん、メールが送れるようになったとかいう、うん、その辺を当時だってなんかアドレスが200件に増えたとか。あそうですそうですそうです、はい、手写しで手書きで写さしたらあかんとか、ね、はい、着メロのなんかそうですそうです、う音数が増えた、音数が増えた、16話音になったみたいな、はい、自分で作れるようになったとか、うん、なんかその辺いじってたと思いますね。僕そんな全くないわ。もう特にその音楽もんとか作品もんで、はい、昔の10年前ぐらいにやったバンドの CD はあるけど、はい、ああはいはい、マジでたまたまあるだけ、うんうん、それ以外ほぼ持ってないし。そうですね、部屋大掃除した時に出てきてうわーとか言ってたぐらいですもんね。で僕あのアルバム実家から持ってきてるけど、はい、もう3ページしかないから。ああ写真とかも全然、写真は僕も確かにあんま残してないかもな。なんかあるかな。でギターは20年近く使ってるけど、これは別に使ってるからな。まあそうっすね。そうやねんな、別に思い出のために置いてるわけちゃうもんな、うん、現在進行形のものですもんね、うん、あでも忘れられへん出来事の方が多いかも。あ多そうですね。僕もほとんど忘れてないから、うん、ほとんど覚えてますもんね。しかもあのあれやね、うまくいったことはあんま覚えてなくて、はい、どんずべったりってさ、下手こいたあのなんていうの、金玉縮み上がる瞬間とかあるやん。ああはいはい、はい、あれを全部覚えてんねん僕、できる限り。あそうなんすか。でずっとそれを思い出してんねん、常に常に、うん、なんてなんすか。いやなんかね、良かった時のこと考えて生きるのは、はい、僕地獄やと思うねんな。あ逆に、うん、ああなるほどなるほど。だから大失敗した時のことを考えて、はい、生きてれば、まあ、元々俺なんてそんなもんやとも思えるし、はいはいはい、それ以上のことがあったらラッキーと思えるやん。はいそうですね。これええことだけ考えて生きとったら、良くないことが起きたら、まあ、人のせいにしたりさ、はいはい、運がなかったんやとか、そっちになんかなる思考やなと思って。あだからブルってたまに震えたりするんで僕ほんまにでちょっと僕最近顔チックになってるやん。ああそうですね、うん、マジでなってるやんか。はい、もうなんかもう無意識になってんねんな、もう普段から、
嫌なこと思い出しすぎてもうストレスの塊やから中身もうちょっと出てきてもうてるじゃないですか。出てきてもうてると思う。あら、うん、まあでもそうですね、嫌な思い出はまあまあそれはいっぱいありますけど、うん、なんでしょうね、やっぱコンクールでネタ飛んだ時はあもううわ終わりや、前なんか言うてたやつかな、あの今宮恵比寿の決勝戦ですね、うん、はい、思いっきりネタ飛ばしましたからね。まあね、まあでも音楽も曲忘れてもったりとか全然あるもんな。コードを忘れてしまうとかってことですか、うん、あ、まあ、まあ一緒残ってると思う、そうですよね、うん、確かに。だからどうなんよね、みんな、まあでもあれアメリカのドラマとか見てたらさ、はい、ペンダントみたいなのあるやんか、ああんなんはええよな、なんかロケット型のやつとかね、そうそうそうありますね、写真が出てきて、僕一時オールゴールめっちゃ集めてたんやけど、なんなんすかそれ、どこ行ったよ、なんなんすかそんな趣味あったんすか、オールゴールええやん、だっていや綺麗な音ですよ、物入るし、はいはい、音鳴るし、え自分で作ったりしました、いやそこまではあれやけど、あその何、久石譲さんのジブリの曲とかのオールゴールとか、まあよう売ってるやんか、まあ売ってますね、ああいうのなんか何個か持ってたはずなんやけどなそんな人やったんすか昔、うん、いや今でも別に欲しいっちゃ欲しいで、あのなんかジャズバンドが勝手に動き出すみたいなやつ、あんなめっちゃ欲しいねありましたありました、オルゴールの音に合わせてね、ちょっとあれなんかな、アンティーク好きなんかな、あでも確かにね、あんまり最新のテッカテカより確かに確かに木目とかの方がええんかな、あの家具とかね、部屋の感じもそうですから、僕次引っ越すとしたら絶対和室のあるところに行きたいもん、あそうなんすか、うん、もうやっぱあの木があってとかの方がいいんすか、とか畳ね、はい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 、うん、まあ畳いいって言いますね、うん、うん、もうそこを書斎っていうか仕事部屋にしたい、あそこで曲を作ったりってことですか、そうそうそう、モザブトン弾いて、あなんか落語が始まりそうな雰囲気ちょっとありますね、落語とかその陶芸の人みたいな、なんか分からんけど、はいはいはい、そんな雰囲気でやりたい、ね、あただいいかもしれない、別にまあ内容はそんな変わらんから、はいはいはい、そうね、なんかでも残していった方がええんかな、まあ言ったらこのラジオとかこういうのはさ、はい、YouTube やからわりかし永遠に残るやん、うん、ネットのどっかに残ってまうやんか、まあ絶対残りますね、だからやっぱその都度その都度作品化してやってっから、うん、物にあんまり執着ないんやろな、ないんでしょうね、ほんまっすね、うん、でまた僕時計もアクセサリーも全部せえへんから、もう全部しないっすね、つけてるところなんか見たことないっすからね、うん、マジで持ってないから、ね、持ってないっすもんね確かに大人やのに僕時計持ってないから別になんかカッコつけてつけてないとかそういうことでもないっすもんね、ほんまに単純に持ってないっていうだけっすもんね、なんかよう言いますやん、うん、時間に縛られたくないみたいな人、あそんなんでもないでしょ、うん、まあ時間に縛られてるかな、きっちりね、それより時計が世の中いっぱいあるっていうのがまずええやん、大体外出たらさ時計だらけやんか、まあどこにでも時間分かりますわ、だからやっぱあれは時間を知るためにみんなつけてるわけじゃないやん、もうこうなったら、もうこうなったらね、でまああれ財産っていうかさ資産的にステータスとかでもありますし、でまあ金いっぱい持ったらその物買うといた方がとか、はい、形残る方が、ね、まあそういうのも分かんねんけど、うん、まあそんくらい売れたらひょっとしたら買うかもしれんけど、あでもまだそのなんていうかね、ビジュアルのかっこよさに気づいてないねんな、うんうんうん、時計とか車とかね、まあ僕もあんま全然わかんないっすね、あでもそうそうそう、この間昨日かな、はい、あの上本町飯食いに行って、はい、そこの店のオーナーの人と喋ってたら、はい、その人の友達が来て、はい、で聞いたら僕と同い年で、ほう似たような感じやねん、はい、で話題がバッチリ合うやんか、あそうっすね、そしたら競馬ダビスタ世代やから競馬の話で盛り上がったら、はいはい、僕今一口馬主なんですよっつって、おーおーおー、はいはいはい、10万20万とかで一口馬主になれて、そうですね、ありますね、まあそれがこの間レースして新馬戦買ったんですみたいな、はい、一口馬主ありやなと思ってる、一口馬主、僕フェラーリのオーナーになるぐらいやったら、はい、馬主の方がかっこいいと思う、うん、なんか今流行ってるらしいですね、あそうなんや、はい、なんかまあクラウドファンディングみたいなもんやから、はい、実は僕の周りでもやってる人が何人かいるんですよ、ほなやっぱおるねや、はい、あでそんなにむちゃむちゃ高い額とかでもないので、まあ何百口とかあるからね、はい、まあでも夢があるもんね、夢っていうか応援できるもん、ね、そうなんですよね、まあ言ってそのレースに出れる
馬自体が少ないから確率的に、そうですね、そこで勝ったってなったらもうもっと確率低いからで G1 バーなんかもう それこそ数少ないわけですから、いやからなんかそういう趣味をやってもええんかなとか面白そうですけどね、そういうのは。だから僕はもう花を買おうとしてる、ね、何なんですかそれ花というかサボテン的な、ああはいはい、観葉植物みたいなの、そう言うてましたね、それをやる、そういうのでこう、でもそれも形残らへんもんな、もう死んでいくからな、まあ、まあね、そうですね、難しいよね、なんかこう心思い出に、なんか分からへんわ、やめてこう思ってもないことって言葉にできへんから、そうですね、今も文字の羅列だけがむちゃむちゃむちゃってなってましたもんね今。いやそんな感じでね、はい、ちょっとなんか来週ぐらいか違う企画もやりたいねんけど、はい、スマホが死んでるっていうのかな、もう死んでますね今、半分上半分使えないんで、僕やりたいのがね、はい、検索履歴っていうコーナーやりたい、ああ Google で何を調べたかみたいな、そうそうそう、ああなるほどなるほど、でお互いの見て、はい、調べたってことはちょっと詳しいや、ああまあでもそうっすね、でなぜそれ調べたか、ああ俺何調べたやろ、だからこれあれ消したらね、エロが入ってようが、ああはいはいはい、大丈夫大丈夫、大概エロなんで僕はでもエロの中でも、はい、やっぱ細かく検索するやんか、昔あの日本橋アップスっていうライブハウスの、はいはい、あの店長のパソコン借りた時に、はい、あのパッて開いたらあの検索履歴に「コギャル乱行検索」って書いてあったで、まあ、それそのまま開いてみたら、はい、コギャルで乱行してる AV の検索ランキングが出てきてる、はいはい、ほうどこ何のフェチやねん、そのその競り合ってんのがええの、その普通検索はいらんやん、検索いらないですね、人が検索してるやつをなぜ見たいねん、分かんないですね、なんかうわ すごい癖やな、わけ分からへん、うん、もうほんまにわけ分からんな思ったんが、あの何あの飛びっこみたいなのあるやん、あはいはいはい、のあってリモコンやんか、あそうですね、のリモコンだけ持ってずっとオンにしてあの日本橋歩いててはい、はい、なんか言うてたなつけてるやつおるかもしれんからってそれでうんとかなったらそいつつけてるみたいな、うん、はぁと思ったけどいやほんまはぁやし、そうやねんな、アホやねんな、あ何その何万分の何を探してるのか分かんないんですよね、いやそれが当たりなんかなんかもよう分からん、見つけたからどうやねんっていう おっさんがビクになったらどうすんねんみたいな、いやからちょっとその検索履歴をちょっとやりたい、あ面白そうですね、うん、それちょっとワンコーナー来週から挟んでいきましょうか、そうですね、上半分死んでるんでどうしたらいいですかね、検索自体してない、検索型が押せないです、あれは iPad とか、あ持ってきますわほんなら、そうしたいんちゃう、はい、まあそれで家ではやってるやろ、まあやってるかな、 あんまり意識してやったことはないです、うん、確かに持ってきますわ、それそうしてみましょう、あそうしましょう、はい分かりました、そんなわけで、はい、ムッシュムッシュムラムラ TV が今週はここまでその番組違いますよ違います、はいそんな感じでございます、はい、地獄の会話はまだまだ続きますが今週はここまで、チャンネル登録と高評価をお願いします。 See you next 地獄。